心診療所チャンネル。心療内科精神科の病気、今回は理人症についてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。自分が自分でないような、現実がないような感覚を覚える理人感、ストレスなどの一過性のことも多い反面、中には続く、繰り返すという方もいらっしゃいまして、その場合は理人症の診断のもと対策を考える必要があります。今回はこの理人症について見ていきます。理人症の例から見ていきます。 A さんは仕事のストレスなどが続く中、自分が自分でない感覚に襲われることがありました。初めは1回きりだったんですけれども、次第にストレスが大きくは目立たない時でも繰り返し同じような感覚に陥るようになってきました。周りからも違和感を持たれることがあったり、仕事や日常でもうまく集中ができないということも生じてきたため、心療内科を受診して理人症と診断をされました。この理人症とはと見ていきますけれども、これは現実感のない状態が反復持続する不調ということが言えます。この現実感のない状態ですけど、2つに分けると、まずは理人感、もう一つが現実感消失というところがあります。少し分けてみると、理人感についてですけど、これは自分自身の感覚が自分から離れてしまっているような感覚、自分の考えが自分でないような感じであったり、自分の感情がないように感じられたり、あとは感覚や体の状態、行動といったところが自分から離れたように感じられるというところになります。続いてが現実感の消失になります。今度は相手や周囲が現実とはあまり感じられないと。例えば自分がまるで映画の中にいるような感覚であったり、周囲の人や物が遠くにあるような感覚であったり、こういったことになってきます。もう一つポイントとしては、一過性ではないというところです。実際に多くの人がストレスが強い時などに一過性のこの理人感というのを体験することがあります。しかしその多くは一回きりで一過性で終わります。ただし理人感ではなく理人症の場合ですと、これが持続もしくは反復するというところが違いになってきます。ここを踏まえて DSM-5 での診断基準、ここでは理人感現実感消失症という名前ですが、について見ていきます。 A から E までありまして、まず A は理人感もしくは現実感の消失というところが、どちらかもしくは両方が持続するか反復するかするということになってきます。 B としては、この理人感などの体験の間、現実検討は正常に保たれている、意識障害などはないというところです。 C としては、社会生活などに強い影響があるというところ、 D と E に関しては、何か物質の影響だったり他の病気などでは説明ができないというところになってきます。この理人症の疫学等を見ていきますと、平均の発症年齢は一説によると16歳と見られて、かなり年齢が低いというところがあります。日本ではデータはあまりないんですけど、アメリカのデータによると約 2% の方がなっているというふうに言われます。そして初めから慢性という方もいらっしゃれば、先ほどの例にあったような、初めは一過性だったのが次第に慢性化するという、どちらの例もありえます。続いて理人症のメカニズムですけれども、基本的にはいわゆる乖離というものの一つになります。この乖離とは何かと言いますと、これはストレス、強いストレスに圧倒された時のストレス反応の一つになります。ある種自分が自分でないような状態になるというところ、この中で人によってはいわゆる健忘、乖離性健忘だったり、あと乖離性頓走といってどっか他のところに行ってしまうなど、本当にさまざまな形を取るところがあります。こういった中、この理人症も強いストレスに圧倒された反応の一つというところが言えます。続いてこの理人症の鑑別疾患と併存症というところを見ていきます。まずこの鑑別疾患、いくつかの中で代表的なものを見ていきますと、まずはいわゆる一過性の理人感、これはストレスなどがあった時に感じる方は多いと。大半の理人感はストレス下で一過性で終わるというところがあります。2つ目が、いわゆるトランス状態というところ、もう自発的にこういう理人的な状態を誘発するという場合があったり、あとはある種の物質などが影響してそういう状態になるという方はもう現実的にはいらっしゃいます。3つ目は統合失調症です。特にこういわゆる初期症状の時に出ることがあると言われまして、俗称、世界没落体験というものであったり、質感情症、感情を感じられないような症状などが体験されることがあります。続いて併存症というところですけれども、まずはうつ病、うつの中で無気力であったり、体が鉛のように重いとか、そういった非常に似た症状が出ることがあります。合併しやすいところがあります。続いてが不安障害です。特にパニック発作に関して、この理人感を合併しやすいところが指摘されています。
それでは発達障害、パーソナリティ障害、これは感情や強い衝動というところに圧倒されてしまいやすいというところが、まあ、背景として併存しやすいところがあります。離人症の治療というところを見ていきます。この離人症へのある種の特効薬的なものはあまりないです。一方、治療の方向性としてはストレスに圧倒されなくするというところ、圧倒されて乖離の一つとして離人症が出ますので、圧倒されなくするというところがポイントになります。圧倒された状態からいろいろ対策をとって、圧倒までされない、ストレスあるけれども共存するという状態を目指していくということになります。大まかな治療の柱としては今の方向のもと3つありまして、1つはストレスマネジメント、もう1つはいわゆる技術、スキルトレーニング、3つ目が薬物療法になってきます。まずはストレスマネジメントですけれども、さまざまな角度からストレスとその影響を減らしていくというところになります。一つ目は生活リズム、休養、ストレス発散というところです。生活面などの土台を整えることでストレスだったり影響を減らしていくというところです。二つ目がいわゆる認知行動療法になります。いわゆる考え方で自分を追い詰めないようにする認知再構成であったり、対人面で我慢する癖を少しでも減らすアサーションであったりなどが適用になります。三つ目がリラックスやマインドフルネスです。ストレスに対してもがきすぎず受け入れることで緊張などからの悪循環を減らしていくというところになります。続いてがスキルトレーニングになります。これは特に発達障害やパーソナリティ障害がある方において有効になってきます。強い感情や衝動というものに圧倒されないためのいろいろな一歩引いたりするなどの技術をまず知った上で徐々に身につけていくというところです。それによってストレスに圧倒されることを防ぐというところが目標になってきます。続いてあるのが薬物療法になります。これは特にうつ病や不安障害が背景にあるときに有効になってきます。そういった場合に抗うつ薬を基本として、時に不安を取る抗不安薬などを併用するというところをやっていきます。ただこれは有効なんですけれども、例えばうつ病が改善した後もこの離人症が続いてしまうということは時としてありますので、その場合は他の対策も併用することが必要になります。今回は心療内科精神科の病気、離人症について見てきました。この離人症は自分が自分でないように感じる離人感などが反復持続して生活に影響が出る不調になってきます。離人症は強いストレスに圧倒される乖離というものの一つになってきます。そしてうつ病や不安障害などが背景にあることが多いです。離人症への対応の基本はストレスに圧倒されなくなるというところ、そのためにストレスなどの対処方法を改善していくことであったり、背景にうつ病、不安障害があればその治療を並行してやっていくというところになってきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。